本当そのコーナーはもうパンジービオラがずらっとまだまだたくさん並んでいます。当店もね閉店して今こうゆっくり売り場を見れる時期なんですけども、あれこっち誰かいらっしゃいますね。お客さんもう、あ、毎度パッキー種苗のクレヨンおじさんですね。そう、今日ちょうど商談に来てたのよ、商談に。そう、さっき喋ってたの忘れてました。そう。ね、たくさんうちの商品も置いていただいてありがとうございます。ありがとうございます。何を見てるんですか？いやいや、もちろん私プロデュースしました。クレヨンシリーズじゃないですか。クレヨンシリーズのビオラですね、はい。そうですね。ちょっと暗くなってね、わかりにくいんですけども、赤塚さんでもしっかりと置いていただいてありがとうございます。今入ってる商品、ちょっとだけ紹介してもいい？どうぞどうぞ。ありがとうございます。一つはね、この色づくビオラという、こういうクレヨン型のタグが、ラベルがついてます。咲き始めは白っぽい。それがどんどん咲き進んでくるとブルーになったりピンクになったりパープルになったりということで色がどんどん乗ってくる色づくビオラというのがありますね。はい、いろんな品種があります、ですので全く一つの色ではないんですがたくさん楽しめるということで、これ結構人気っておっしゃってるよね。すごい人気ですね。ですよね。昨日履いたとこですけども、もう結構これだけしかない。足りないんじゃない？もっといるんじゃない？もっといりますね。ね。それからもう一つ。こちらの方です。まとまるフリルコンペイトというシリーズなんですけど、フリンジのビオラです。ですが、この時期ね、フリンジ、秋のビオラのフリンジっていうのが、割と花首が最後ピューンと伸びるのが多いんですが、これほんとコンパクト。去年僕、一冬ずっと自宅でもやりましたけども花首が伸びにくいということで、すごい重宝します。だからちっちゃめの鉢でコチッと植えていただいても可愛らしいということで、ぜひこのコンペと色たくさんあるよ。黄色系もあるしピンク系もあるし、ね、ちょっと夜で色が分かりづらくなってますけどもたくさんなお色を揃えて待ってますよ。これね、実は今 SNS でバズってます。本当生産者さん限定にしてるんで、全国あっちでもこっちでも買える商品じゃないんですね。なので本当にこのクレヨンシリーズ探されてる方多いので、赤塚さんありますよ。ぜひお買い求めください。そう、出荷も今までの商品って、うん、こう日に合わせて入荷してきたんですけど、うん、こういいタイミング、そのニス型が綺麗なタイミングで出荷してくれ、うんうん、商品の状態優先ということで、ね、商品の状態優先なんで本当にいいパフォーマンスの状態で入ってるのでと、はい、ことでいいタイミングで商談来たね今日ね。本当にいいタイミング。すいません、赤塚ファンの皆様のゲストで出演させていただきましたクレヨンおじさんでした。帰るわ。ほんじゃね。インスタもあ、インスタとかもね、滝井の公式インスタとかでも出てますんで、またそちらも見てくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あと、もっといい商品いろいろ紹介してあげてください。ちょっと滝井さん以外のご紹介したいと思います。気になるけど買える。また見といてください、後で。ありがとう。はい、それじゃあ皆さん失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。まずはですね、本当にドラキュラと双璧をなす大人気のアントワネットですよね。もう本当何がってよりも見てもらったら分かると思うんですけど、このブリブリのフリンジですね。もうこれは本当佐藤さんの唯一無二ですね。で、今年ちょっとこのフリンジ系って他も多少出てはきたんですけど、やっぱり花首の強さですね。他のとかでどうしてもちょっと垂れたりとかっていうのあるんですけど、本当にもうこう凛と立っているので、本当に佐藤さんのアントワネットだけやなと、このニスコの草姿ですね、思います。で、もう一つ、今回今シーズンの新品種ですね、クレールド・リュンヌっていう品種で、これ多分ね、ラベル見ると、こう満月の月の絵が描いてあるんですけど、そういうイメージで、このブルーとイエローとちょっと黒というか、もうそんなのがこう複雑に混じり合って本当にこう吸い込まれるような花色ですよね。で、お花もヌーベルバークシリーズより大きいので、遠くからでもよく
目立ちますし、まあ、かといって大きすぎないので、花上がりも非常にいい品種じゃないかなと思ってます。本当当店初入荷の商品ですね。で、次がラピスラズリですね。これちょっと特に僕一番綺麗やなと思ってる品種なんですけど、で、今年2回目なんですが、これもね、1回目がもう本当にすぐ完売して、本当にこう複雑な色合いで、多分、生で見るとね、またいいんですけど、これはね、本当にラピスラズリって宝石なんですかね、ちょっと詳しいことわかんないですけど、本当にそういう輝いて見えるというか、めちゃくちゃ綺麗ですね。これも先週ちょっと大人気だったんですが、今回いただけたので、で先週よりちょっと花が大きくなってるような印象ですね。この品種の本来の性質が出てきてるのかなと思います。まあ、多分花の大きさはこれぐらいがマックスかなとは思います。ブルーっていうと、ちょっと後で紹介しようと思ってたんですけど、この今花苗植えたさんのエールセブンティーンかな17っていうのが今入ってる中やとブルー一番綺麗かなと思います。これはちょっとね花色にこう差がある品種ではあるんですけど、ブルー綺麗なのは本当にめちゃくちゃ綺麗ですね。このアクアレール、こちらも2回目の入荷なんですが、こちらもね、フリンジがかって、本当に黄色、白、ブルー、茶色っていうすごい複雑な色が入る品種ですね。これもすごい高級感のある。でね、佐藤さんの見てもらうともう花つきがすごいんですよね。やっぱこう佐藤さんのとこっていうと花もですけど総合力ですね。花つき、花のまとまりで、この軸の硬さ、そういったこう育ててみてもらってしっかり咲くっていうのが佐藤さんとこの特徴ですね。佐藤さん、そういえば趣味の園芸この前出てましたね。出てました。で、あともう一つ、アントワネットのソアレですね。アントワネットの赤の選抜ですね。これも大輪のフリンジなので、高級感っていうと一番あるんじゃないかなと思います。で、そのアントワネットの中でも、ちょっとこの覆輪っていうんですかね、この外に白い筋が入ったり、まあ、ちょっと分かりにくいんですけど、こう黄色かったりっていうのがあるので、ヘもお好みで選んでもらえるかなと思います。この辺ですね、このココシリーズ、ココですね、ホンセベールココナっていうんですが、これね、別名もあってパルム、ディール、ディレーヌ、ちょっとディールが大輪でどっちかが小輪の方なんですけど、そちらの方がもしかしたら有名なのかもしれないんですが、これはミニパンジーとまあビオラの間ぐらいのすごい極小輪のフリンジパンジーなんですけど、特にこうフリンジ系のミニパンジーがたくさんある中でもフリンジが強いのと、こういうピンク系とか淡い色合いが多いので本当に可愛く作って、可愛い品種が多いのがこのポンセベールココの特徴かと思います。で、株も非常に締まるので、寄せ植えなんかに使ってもらいやすいかなと思います。で、こちらも今ね本当に品種があって、多分、まあ、こういう育種家さんのものだけでも50近くあるかなとは思うんですけど、とレア品が入ったので紹介したいと思います。これはゲムラさんのミステリアスバニーですね。これ前回も紹介させていただいたと思うんですが、通常やとブルーの
品種なんです。青紫赤紫の品種なんですが、ミステリアスバニーのレッドっていうのを今回特別に開けていただきました。もう公式には商品としてないので、流通はだいぶ少ないかなと思います。この濃い赤もあれば、ちょっとねこういう黄色みがかるものも ありますね。でミステリアスバニーと同じで、横張り品種かと思うので、本当に株が大きくなって5月ぐらいまでしっかり、5月春になるとすごい大きな株になるのが特徴ですね。本当ね、ゲブラさんは結構花の角度とかと、ね、までにこだわって育種をされるので、本当にこう植えてみると花がね45度ぐらいで咲くのをウェルカムビオラって言うんですけど、植えてみて顔が見えるっていうのも特徴ですね。もうすごいいい時間ですね。ちょっと急いで紹介したいと思います。でこれが、三本さんの最新品種でふわふわ金魚ちゃん。これもちょっとね、発注より数量が減ってしまった品種なのでなかなか少ないんですけど、お花の、下の方がピンクがかって上の方がブルー青みがかるっていう特徴 でフリルも入って、ただフリルも入りきらないので、この金魚のこう尻尾みたいにちょっとこう壺というかラッパみたいな形になるのが特徴の品種ですね。とですね、あ、これもすごいのが愛知の生産者さんファジーさんのデコルテシリーズの絞りだけのケースをもらいました。本当にね、綺麗に絞りが入ってますね。あのとかこんなとか本当綺麗に入ってますよね。で次に、これも本当これも個人的にすごい好きやって、去年は仕入れができなかったんですけど、今年だいぶ無理を言って入れてもらったビオラのときめきですね。これが鳥取の生産者さんなんですけど、まあ、こうちょっと葉っぱが少しねこのギザギザというか、ちょっとよく見てもらうとトゲトゲしてて、この辺とか分かりやすいかな、なんかこう立体感というか花のこうラインがすごい綺麗に出るので、こんなのもときめきはね、本当名前の通りときめくようなビオラですよね。で次にこれもねフルールっていう品種で、これはね本当に生産者さんも腕がもうピカイチ、フリル系の大輪になるんかな、なって、で本当にこう優しい色合いが特徴なのと、これ実は2株植えなんです。2ポット入ってるので、まあ、そんだけ花つきも良くなりますし、で結構2株植えをこんだけ綺麗に咲かせるっていう生産者さんの技術が詰まった商品 で実は お値段も580円なので、フリル系のしかも2株植えっていうとだいぶお買い得かなと思います。あと2分ですねちょっと本当ね紹介しきれないぐらい入ってるんですけど、ここが花苗植田さんのシリーズで、ちょっともう品種名だけでさっと紹介しますね。パピヨンワールド、シフォンピーチ、
ピュアハートで、マシェリマダム。これはね、色がすごいです。これ多分画像で見るとちょっと青みがなんかこうくすんだようにも見えると思うんですけど、実際すごい色合いを、膜を張ったような色合いをしてますね。で、マリリン、これすごい可愛くて、ここも好きな、私も好きな品種ですね。で、ルージュのシンフォニー。実はパンジー、ピンク少ないんですけど、綺麗な明るいピンクをしてますね。で、さっき紹介したエールセブンティーンですね。ブルーの綺麗な品種ですね。で、最後に、三本さんとこのシリーズも入荷が始まりました。これちょっと今分かりにくいんですけど、ピンクコアラ。あと丸い系の系統の品種に、三本さんっていうと、ラビットですよね。ラビット系。で、ラビットの中で私も一番好きなのが、ミルキーモモって言って、もう本当に可愛らしい。白にピンクっていう王道の色合いですよね。で、桜ドロップス。これもね、色が本当にいいんですよね。薄いピンクなんですけど、本当に桜のような優しい色合いの品種ですね。で、これファビュラスなんですけど、八重品種も今いくつか入ってますので、八重品種もたくさんあります。特にこのファビュラスは神戸べっぴんさん作っていただいている岸野さんとこのファビュラスなので、もうピカイチの商品ですね。